某頭皮クレンジング1年分が使用されます。このクラスやったら本当にもう一番強いと思うんで富澤君、ただ龍樹選手気合入ってます ね、 そうですね、何か起こるかもしれませんよ、これ先に蹴りを入れてきました。富澤大地は笑っている、スピードがある、右フック、下がった下がった、圧力もあります、どうか、ダメージはあるようです。最初の8秒です。富澤君さすがですね、そうですね、左を刺した、さあ左の拳、あっという間のダウン、ほぼたった12秒です。立ち上がれるでしょうか。ちょっとレベルが違いますね。いや、本田さん、このスピード感どうでしょうか。あんまりちょっと早すぎますね。そうですね、まばたきしちゃいけないね、これ。膝を入れてから打撃つないでいく、フィニッシュブローを見えているか、富澤、左それだ、止め切りました、ブレーキングダウン、ビッグなブレーキングダウン、この男かもしれません。いや、どうも、君を、今ね、虎之助君とコラボしてまして、実は続いて富澤選手待望のコラボということでお願いします。よろしくお願いします。ブレーキングダウン無敗の男、今ね、一番看板選手が顔になってますね。今年聞いたんだけど26歳今年、はい、結構若い、これがライジンを出始めた年です。そうですね、初めて三久選手を見ていただいたのが12月31日のリオン選手の時。ああ、そうだ、その時まだ26歳だから。いやー、強すぎてもう相手いないもんね、ブレーキングダウンで。だって虎之介君もそうだし、ダンチの選手も倒してるからね。今対戦相手ってやりたい相手いなかったでしょ。やりたい相手、そうですね、もう大体終わってしまって。あ、そうか、当時選手とやりたいって言ってた。そうですね、出てくるんだったらその時はやらせていただきたいですけど。当時選手は追ってるのは何なんだ、普通に勝てると思ってた。もちろん勝てると思ってたのもあるんですけど、まあ、当時ライブ戦争っていう番組があって、あ、はいはいはい、で、まあ、その時にちょっとしたことがあったんですけど、その時から絶対強くなったら倒そうっていう風に5年ぐらい前の話なんですけど、その時からずっと思ってて、で、まあ、ようやく自分がある程度実力を身につけて、結構人に見ていただけるようになったので、まあ、そろそろ口に出してもいいのかなっていうので、はい、すぐにやれるとは思ってないんですけど、声に出していけば、まあ、どんどん期待感が高まってたんです。今注目度勝ってるんじゃないですか、平野君。ああだってブレイキングダウンでこんだけ勝ち続けて、ブレイキングダウンで今日本で一番見られたコンテンツなんで、そこのスター選手だから、はい、今求心力は勝ってると思う。そこは謙遜する必要ないと思うよ。ありがとうございます。具材になんかそうやって言ってもらえるとちょっと自信になりますね。え、当時大地戦争は誰のなんか弟子みたいな感じだった。僕はタケルさんの。ああ、そうだ、はい、今ボクシングの試合は出てくつもりはないか、なんかゆくゆくは出たいみたいな。今はまだそこまで、今の既存のキックのプロの世界ではあんまり今思ってないですよ。なるほどね。まあいろいろ契約とかも面倒としちゃって、いろいろあるかもしれない。なあ、俺もなんか工業一回でかいのダモンってやりたいんだよね。なんかザマッチみたいなできるじゃん俺。多分スリーキングアウ選手も出たり、老人同士の戦いとか入れたり。東京ドームはめちゃめちゃやりたいですね。はい、面白い試合組める自信がある。いろんな選手試合多いし。三浦さん一度立ったことないですけど、うん、やっぱり気持ちがあったですか。いやでもね、あのコロナ禍だったから全然人数満員じゃなかったから。あ、そうだそうそう、だからなんだかんだ埼玉満員みたいなのは何回か試合したことあるけど、そっちの方がやっぱ熱気がすごくて。ああ、なんか僕もその後楽園で試合をしたことがあるんですけど、後楽園から東京ドームがいつも見えてて、そこで試合したいなと思ってて。で、今まで最大の人数はどこで試合したの。は代理戦争か、まあ、ブレイキングダウンのどっちかだと思いますね。多分1000人どうなんですか、会場の人数は分かんないんですけど、パパで言ったらそれぐらいあったのと思う。あ、そうなんだ。でも前回のブレイキングダウンの試合もああいうところで試合したの初めてだったので、すごい楽しかったですよ。2000人ぐらいかな前回に。ああ、だから次の埼玉コミュニティは4000人だから倍になるから。そうブレイキングダウンあの倍の感覚になるから、結構ライジンに近い見え方だね。うわー、それめちゃめちゃ上がりますね。
でも同期賞は何十万人の中でやってるんだから、ということが十何万人見てるわけだから、はい、東京ドーム3個分とかの満員が、まあ、そうそうそう、だから会場のやっぱり声とか実際、ね、熱とかって気がね、はい、すごい嬉しいですか。実際緊張あんま知れないように見えるけど、はい、緊張しないタイプですか。緊張しないです。いい感じにはしてる。いい感じにはしてます。笑ってるもんね、常に。楽しむのがなるべくしてますもん。自分のパフォーマンスが一番上がると思ってるから笑ってる時なんで、それは意識。富澤選手って結婚してるんでしょ。そうです。ただ TikTok なんかで出てきて、なんかディズニーランド行ってるの。あれなんかキャラ全然ギャップあっていいなと思って。浮気しないの。浮気してないですね。でもめちゃめちゃモテるでしょ。いや、どう。いや、だって相当聞くようだって、かっこいいって。ありがとうございます。うん、でも一途だった。そうそう。さすがに浮気してても怒れる言えないか。敵に回すしね。なんか、ミクル選手もそういう人に僕、すごい見えてて、うん、なんか絶対浮気とかはしないようなタイプの人なの。ああ、確かにし、彼女がいたら浮気はしないから。はい。今日本当はその嫁と娘がそのミクレさんすごい好きなんで会いたいって言ってたんですけど、あ、そうなんだ、はい、ちょうどなんかそのこの時間がお昼寝の時間でもしかしたら厳しいのか、まあまあまあ人間の三大欲求には勝てませんね。睡眠欲では娘がやっぱりまだ7ヶ月とかなんで、あ、そうだ、はい、7ヶ月で俺のこと認知してる。あ、ごめんなさい、娘は分かってないですけど、はい、嫁がもうすごい好きだ。え、もともと出身は栃木県です。今東京に住んでる。東京に住んでます。あ、じゃあ格闘技一本で、はい、上京して一緒になんかマンションかなんかに住んでて、あ、当時は本当にすっごいちっちゃい、もう4畳とか本当にちっちゃいところに住んで、で僕は最初一人で来たんですけど、1年ぐらい経って、まあ、嫁が追っかけて上京してて、最初はもうそこで2人で生活してて、まあ、今ブレーキゲットで潤ったからちょっといい感じで出てる。いや、そういうわけでもないです。はい、全然まだ大したことないです。夢ありますね、ブレーキゲット。本当に当時はブレーキゲット出る前はまあちょっと無理なのかなとか思ってた時期が、ちょっとビッグオークションで飯を食ってたっていう、それでもう少し格闘技を習って、うん、海外に、うん、1ヶ月ぐらい一人でずっと旅をしてた時期があるんですけど、その時にやっぱもう一回どうしてもこう自分が頑張ってきたことだったので格闘技で花咲かせたいじゃないですけど、うん、って思ってブレイクダウンをさせていただいて、でも言ったらプロ、キックボクシングのプロみたいな感じだった、出る前に持って、そうですね、一応2戦で2勝だったんですけど、まだプロだったら全然前座レベルなので、だけど今よりももっとプロ選手たちが否定的な時期に一番最初に行動して出てきて、で結果残してリスクを取って出てきたんですよ。それが本当に成功した理由だと思う。ありがとうございます。早かったもん、やっぱ行動する人がね一番成功するチャンスをなんか掴むというか。本当は結構だって叩かれるわけじゃない、プロ選手からしたら。それだけで。今じゃもうブレイキングダウンさ、でこっから別にね有名になった状態で本来やりたかったこと一緒にやるのも全然あったし、俺も絶対ブレイキングダウン出てたもん。しかもあった絶対出てた。最初ゼロ回大会があったじゃないですか。本当はあそこから応募したんですけど、まあ一回出たいって話はしたんですけど、でもちょっとダメだったので、うん、で当時はそれで一回まあ諦めたじゃないですけど、でもこう一回自分が抜けてで、まあ、ある程度自由になった身だったので、もう本当にラストチャンスっていう結構思いはかけてたので、本当ブレイキングダウンがあって本当に救われたなって思いました。24歳で25歳でラストチャンスって早くらいだった。21の代で始めて、で本当にすごい死ぬ気でやってきてて、でこうプロの世界上がった時に、まあ、ちょっといろいろ知りたくないこととかもいろいろとあったので、ここでずっとやってても自分のなりたい自分になれるのかなっていう葛藤とかは、本当格闘技だけの生活をしちゃってたので他に何もなかったので。ちなみに格闘技に見切りをつけたら何にしようとしてたの？やっぱあの会社やるしかないかなっていうのは、もう経営者をやりたいなと思ってね、はい、すごい。なんか今ってそのプロの試合出るのじゃ何キロの試合なの、選手
当時は55キロで一応出てたんですけど、自分の適性で言えば 7.5 キロだったんです。 57.5? 57.5。 あ、じゃあ天心とかが戦ってた、天心選手の適性は多分55なので。あ、55か、はい、でも天心もともと 57.5 とか多くない？あ、そうです、天心選手もそのどっちでも天心選手がすごいなのかなと、どうやれるっていう、うん、まあ、その階級が一番自分の適性だなと思います。あと今強い選手って誰が？K1 で言ったら、もともと同じジムだったんですけど、文治泰斗君っていう本当に強い選手で、もうずっとスパーリングとかも当時からやらせてもらったんですけど、壁がある、一生ボコられてました。全然手も足も出ないっていう、これがやっぱり世界チャンピオンのレベルなんだなっていう。今世界チャンピオンなんですか？泰斗君が今 K1 の現世界チャンピオンです。めちゃめちゃ強いです。でも他団体にも今はその 7.5 キロの階級は強い選手がすごいって、ちょうど戦国時代みたいな感じで、誰が一番強いんだろうって。そのブレイキングダウンルールめちゃめちゃ強いけど、はい、体力はある？スタミナですか？その3分3とか、このブレイキングダウンの戦い方をやったら3分3はできないんですけど。それどうでしょうね、はい、それできたらすごいよ。当時は結構距離を取るファイターだったので、俺みたいな感じか。そうですね、サウスポーの利点をとにかく生かすっていうファイターだったので、うん、3分3で疲れたことはほとんどないです、試合では。だから打ち合いってなると全然体力の消耗が違うので、それを今結構ブレイキングアウンのルールで慣らしてってくる感じです。打ち合いの中でも力まないようにっていう。オープンヒングだとちょっと変わるでしょ、なんかパリターンというか、はい、戦い方が指をすごい痛めるようになります。確かに、はい、痛めるんだよ、はい、でも両方やった方が多分、はい、強くなると思う。特に総合とかやるともっとパンチ力とか上がるんだよね、この体感が。はい、その辺は興味はやっぱりありますね。それこそのキックボクシングを今はまだここで何も残してないので、まずはそのキックで残したいっていうので、やっぱキックは続けてるのありますけど、時間があればあの MMA の練習とかをやっていきたいっていうのがあります、ね。練習はじゃあ今毎日してる？試合前とかだと大体週6で、基本は週5とかですね。プロや。でもあのちょっと今自分で仕事とかをしてるので、その時はできない時とかもあります。あ、自分で事業立ち上げてる？そうですね。何の仕事してる？一応不動産と、まあその不動産に関する引っ越しだったりライフラインとかを、宅建持ってるの？宅建の人は入れましたね。ああ、そうか、はい、不動産小林さんやってるからね。あ、そうですよね、はい、すごい名前存じてます。ちゃんとしっかり頭に。全然ですね、やっぱりファイターやってたらそのプレさんみたいに名前もあってお金もあってでも格闘家としても強くてみたいな、絶対みんな目指してると思うんですけど、ね。まあ、本当になんか昔の格闘家って格闘技一本でやることがこう認めとされて、はい、もちろん命かけたのに、格闘技引退後は別にやることないみたいな選手が多いのを見れて、はい、それじゃ納得いかなかったから、はい、こういうふうにみんな、そもそもちょっと全体に持った上で、さらに自分たちも仕事していけたらいいよっていうのを思ってて、はい、そういう人だんだん増えてくるんだろうな。なんかすごい感動した話が、そのみくるさんがブレイキングアウンのやる一個の目的として、母数を増やすっていう話をされてた、何かで見たんですけど、なんか本当にその通りだなっていうのがすごいあって、で、まあ、それをこう実践してるのは間違いなくこのみくるさんが作ったブレイキングダウンだと思っていて、まずは母数を増やさなきゃいけないのはダメだなっていうのがやっぱりすごい感じました。なんか稼げる場所に集まるのは、格闘技がやっぱ稼げるスポーツじゃない、こっちのトップ選手が見せてからと、はい、そこに憧れる子供たちは、だからブレイキングダウンの選手も稼いだならどんどん出していってほしいし。でもなんか僕の本当勝手なあれなんですけど、今みくるさんそれこそ海外とかに向けてすごいやってるじゃないですか、まあ、海外でも間違いなくこうバズるコンテンツだって自分でも思ってて、その中でこう海外で流行を生み出してった先には、なんか日本で一番有名な格闘技団体になるのかなっていうのは僕の中ですごい思ってて、それをなった時に自分が一番先で活躍できるファイターでいたいなと思ってます、まあ、そういう準備もねしっかりしてますけど、はい、すでに日本で一番有名だと思うけど認知度で言ったら、はい、ブレイキングダウンってもうみんな知ってるから、
世界でもねバズる種目1分だからこそ出場選手の幅が広がるっていうのは、はい、今みたいにレジェンドファイターでも出てるしやっぱ本当のトップどころだと本当に過酷だからそもそも出れる人数が限られてる、はい、1分なら強い人たくさんいるから、はい、楽しみですねいろいろ、はい、僕のチャンネルでも聞きたいんですけどそのブレイキングダウンで構想っていうかちょっと聞ける範囲でいいんでなんかあるんですかやっぱり構想はいハイポンさんもやるし、はい、で次はあの100人企画もやるしあ俺がこうステージに立ってスピーカーで100人並んでる不良たちで今から頂点を決めてくださいサムネだけで山内それめちゃめちゃ面白いですねでトップの人と1000万契約作りたいの、はい、いろんな行動ありますよただ俺一泊は尽きないんで YouTube やってる、はい、だからブレイキングダウンはもうずっと面白いコンテンツとして成長してくれるんですよ楽しみにしてますじゃあなんか対談富澤選手のチャンネルでやりたいのでちょっと軽くスパーリングしてますあ、お願いしますじゃあ準備はい、ということで強いですね、さすがに強いですね、はい、楽しみですね、今後俺もブレイキングダウンの試合そろそろ出るかなおほほ楽しみですねじゃあ、続きは富澤選手のチャンネルの方で、コラボしますので概要欄の方から見てくださいお願いしますありがとうございました。